ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドルとラジオ、私たちの歌を聴け。ヘイ、本からのキャッチコピーは握力50キロキュッキュッ握りつぶしているぞ。ホロライブ4期生カナタンことアマネカナタです。こゆぴー、ホロライブ4期生のトカミトアサマです。この番組はホロライブプロジェクトである、この番組はホロライブのプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから、毎回メンバーが交代しながらパーソナリティを担当してアイドルにはちょっとやばい。この番組はホロライブプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから、毎回メンバーが交代しながらパーソナリティを担当してアイドルには欠かせないスキルを学んでいく番組となっております。今週もトコヤミトンとアマネカナタが担当いたします。はい、ちょっとすいません、前回そうですね、こちらのセリフは言えないということでして、そうですね、はい、前回はそう、なんかカナタがいい感じに言ってたから、トンもいい感じに言いたいなって思ったんだけど、舌がついてきませんでしたしかもちょっと声をね、変えてもそう、噛んでるし、そうだね、そういうとこが可愛い TMT なわけよ。トワさん、マジ天使、どうぞ進めてください。何じゃあ進みましょうか。はい、ということで早速始めていきましょう。はい、ホロライブアイドルドーラジオ、今日も私たちの歌を聴け。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドルドーラジオ、私たちの歌を聴け。改めまして、天音かなたです。とこやみとあさまです。ではここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。はい、イエーイ。それでは、はい、ラジオネーム大輔さん、ありがとうございます。かなたんとあさま、ハロホロー。ハロホロー。お二人はゴリラと天使ではなく天使と悪魔ですよね。ん、なんだ、当たり前のこと確認しなくていいんだよ。しかしツイッターでお二人のことを検索すると、アマネカナタゴリラとか、トコヤミとは天使というワードが大量に出てきます。はい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 、やはりお二人はゴリラと天使なのではという疑惑が私の中でずっと残っています。そこで今回はお二人に最近やったアマネカナタの天使らしい行動と、トコヤミとはの悪魔らしい行動を教えてもらえないでしょうか。ぜひよろしくお願いしますということなんですけども。なるほどね、天使らしい行動ね、悪魔らしい。なんかとわは、うん、リスナーさんのツイートで発見したんだけど、うんうんうん、マインクラフトでね、うん、もうこの頃はまだか、今、うん、ウサケンメンバーで夏祭りをやろうみたいな話で、はいはい、夏祭りの会場を作ってたんですけれども、うんうんうん、その会場の周りに竹を生やしてて、その竹って結構マインクラフトの竹って結構成長するのも早いし結構高さもあるんだけど、それになんか天音かなたさんがエリトラで引っかかって、いやマジで僕もそれをね言いたかったもうね、トワがなんか会場を竹が覆ってて、最初はおしゃれやん、さすがやんと思ったんだけど、エリトラで飛んでてバカって当たって、もうHP ほとんど持ってかれるもうあとはもう本当にもう髪が当たったら死にますよっていう状況になってて、ちょっと竹これ罠だねって、竹の間を通れるかと思ったら無理なの、バンって。なるほどね、あそこで死者出るよ。いや出んわそれは正直に言うとあなたが下手、うん、なんでよ。いやトアはあれにぶつかったことないもん。いや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 、それはね、うん、おかしい。今後マジで、ね、死者出るからマジで待ってな、マジで。いやまあ多分その竹が一番悪魔的所業なのかなと最近ね気づいた。竹を置いたとはだろう、竹を置いた、それよ、うん、それが結構ねとはの悪魔的所業です、うん、それはそう、それは思った。さすが悪魔だなってね、久しぶりに思いましたね。ありがとう。天使的所業は、天使的所業ね、なんかあったかな。じゃあ、あえてゴリラ的修行は、いやないでしょさすがに。ゴリラ的修行はないですよまずじゃがいも握りつぶすでしょ。あ、まあ、じゃがいもをコッパみじんにするのはね、でもあれはまあ、最近のゴリラ的修行は割り箸をバキッて割っちゃったっていう、普通に使ってて、
パキッ。すごいね。なんかそんななんか誰もそんなその箸を取らないのにそんな力を入れて食べるってことでしょ。まあそう。さすがに僕も割り箸を真っ二つにした時は焦って、うん、え結構やばいんじゃない。焦って手で食べた。いや焦いや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 、それでは食べられないだろ。もうバキバキになってるから真っ二つだよ男飯。こうやって割ったんじゃないから、ね、こうだからね、うん、でもあの冷やご飯を食べようとしてたんだね、うん、だから冷やご飯は硬いからあなんか割と俺もあるよみたいなコメント結構あって安心したんだけど、そもそもなんでご飯をチンしなかったのって言われてさ、まあ、確かにするめんどくさかったんだよね。え家だったらするでしょチンは。でもなんかプチトマトが入って、いやプチトマトを先に食べて、うん、とはもうプチトマトは温かいのあんまりだから、うん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 、あ冷たい状態でプチトマトを食べて、その残ったやつを電子レンジに入れて温めて食べるけどね、うんうん、まあそういう人もいるんだね。諸説ある。あ待って、でもそれで気づいた。天使的修行はプチトマトを温めなかったこと。どういうこと。プチトマトが熱いよってわかる。ねえかわいい。え、ね、待って、これ今のそれさ、なんか僕をあげようとして失敗してトアが結局天使のところ今出してない。いや、まあ、プチトマトに感情があるなんて思ったこともないよ僕。まあもうそのお便りもういい、もうその話終わりにしようや、うん、この話終わりにするからね、うんうん、終了しよう終了、うん、おしまいね。あなんとあの前回はたくさんのお便りと言って一つしか読んでなかったんですけども、今回はね今週はもう一枚読ませていただきたいと思います、うん、来たー、イエーイ、イエーイ。ラジオネーム桜の宮いつき様からです。はい、ヘイこんゆぴー、かなたんとわさまこんにちは。こんにちは。こんにちは。お二人のラジオが始まるのを聞いてから今か今か指折り数えながら待っていました。はい、お二人に質問です、うん、お二人とも過去に貧乏時代があったと噂、過去切り抜き動画に聞き、うんうん、聞いておりますが、お二人の中で最強のうまい貧乏飯を教えてください。だって任せて、マジ山ほどあるぞ。マジこれで一つラジオできるよ本当に貧乏飯ラジオ、貧乏飯ラジオいける、1時間いける。マジで今週のおすすめ貧乏飯はこちらになります。いやもう本当にそれで1年は持つ、マジそれぐらいある。えとはある、なんかとは貧乏飯マジでなんか別に本当に調理もめんどくさいから、うんうんうん、豆腐もめんが好きなんだけど、生地でもいいんだけど、うん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 、バーって開けて、うんうん、鰹節とポン酢かけておしまい。あー冷ややっこってことね。そうそう、もうそれもうだけ。でも美味しいからね。で鰹節はないよ、貧乏の家に。いや、けど鰹節は高いですよ。鰹節はねなくてもね生きていけるから。すいません。鰹節を使ってすいません。まあ、違うよ、もう使うのはもやしだよ、もやし。もやしはそう、でももやしではあんまりなんだよな。味噌汁を作る、うん、そこにもやしを入れる。大根とか高いからちょっと。うん、もやしを入れるね。100円で売ってるカットキャベツを入れる、もうそれだけで美味しいお味噌汁。どう、手間かかるやん。手間、いや手間はかけないとダメ。あ、じゃあ さっくりやるのは、うん、やっぱり卵かけご飯。あいい、卵かけご飯好き。美味しいよね。美味しい美味しい。なんかさ、うん、でもさ、うん、卵かけご飯の作り方ってさ、うん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 、最初に溶いてから入れる、それともなんか卵をもうご飯の上でもう直接割っちゃう。え割っちゃう僕。ああ何何何何何。とわは一回こう溶いてからご飯、うんうんうん、あれじゃん、ご飯の穴、うん、こう穴を開けてから中に入れ込ませて混ぜて食べる。えなんか結構でもこだわりがあるんだね。なんかでも下まで染み込んでほしい。あそれはある。そうそうそう、もしっかり混ぜるよ。納豆を入れたりする、卵かけご飯に。なんで美味しいよ。納豆は納豆で食べたい。いや納豆ご飯で食べたい、ね、納豆と、卵かけご飯に納豆を入れてめんつゆを入れるとマジで美味しい、うん、めんつゆは絶対持っとくべき。そう美味しいよ本当に。めんつゆと、あ、まあ、なんか貧乏生活に必要なのはポン酢とめんつゆと、うん、ポン酢はいらない、いるいらない、それはいる。ポン酢はいる、ポン酢は高い、ポン酢はいる、ポン酢はいる。割れたね。あでもめんつゆと、あと貧乏生活で絶対必要なのケトル。ケトル、あケトル、お湯ね。あれがないとねダメ、うん、やる気起きないから。でももやしはいるね、もやしはいる。もやし毎日買ってたよ僕。もやし豆腐は結構豆腐もやし本当に、うん、お腹にたまるしね。
美味しいから、そう、刃物はね、あのキャベツとか高いからね、丸ごととか買えないから、うん、分かる、カットキャベツでいいよね。カットキャベツしか買えないんだよ。カットキャベツ最高。でもね、コスパ悪いよみたいな、結局高いよって言われるんだけど、うん、違うんだよ、キャベツを今300円で買えないから100円を買うしかねえのっていうね。そう、それはあるよ、あるよ、うん、マジで分かってないな、うん、分かってない、ファンタジーの貧乏は分かってない。もう本当にファッション貧乏だと思われたら困るからね。ということでね、うん、変な感じで話も広がりましたが、はい、今たくさんのお便りをね、本当にね、ありがとうございました。はい、1回ずつ増えてきますんで、うん、そうそう、ちょっとずつね、次は3通になってるから、はい。引き続き私たちホロライブアイドルプロジェクトへのメッセージ、楽曲の感想や番組へのツッコミなどを何でもお待ちしております。はい、ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。ではここで1曲おかけしたいのですが、曲の話をするにあたってこの方にも登場していただきましょう。どうぞ。はい、こんにちは、ホロライブスタッフの友人 A です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、2人とも貧乏飯の話長尺でしたね。一番な盛り上がったんじゃ、アイドルのラジオですよ。でもちょっと変な空気が出てたのは多分ちょっと思い出してたんだ。あ、そうだね、そうだね、昔のあの頃をね。でもあれもいい生活で楽しかったよ。そうね、その生活があったからこそ今こうやってアイドルになってるかもしれない。そうだよ、あれがないとダメだった。もうちゃんとね、うん、あのカットしてもその後も喋ってましたからね、この二人。未公開編に、ね、なるんじゃないかと。まだ言い足りなかった、うん、まだ言い足りなかった、ね、コーナーとしては足りなかったね。、はい、言ってたもんね、できるってね、うん、1時間いけるって話した。1時間いける。コーナー化もね、あるかもしれませんね。お願いいたします、ね、絶望。はい、ということで、あの本日、はい、あの楽曲の話なんですけれども、はい、今回はパレットという楽曲になっております。うおー、こちらはどなたの曲でしょうか。はい、常闇、私常闇とはのオリジナル曲となっております。めちゃめちゃいい曲ですよね。いやー、かっこいいよね。ありがとうございます。ドヤ顔、ありがとうございます。ドヤ顔。このパレットという楽曲は、はい、実はあのニキさんという方があの楽曲を手掛けていて、そしてとわさんが作詞を手掛けているんですよね。すごいよ。そうです、そうなんです。なんかそのニキさんにお願いした依頼なんかのきっかけっていうのが、うん、まずとはそのホロライブに入ってから初めて歌のカバーを上げた時の曲1曲目が、はいはい、ニキさんが作曲したブリリアントっていう曲を上げまして、うん、でその後にまたエラーというニキさんの曲になるんですけど、はいはいはい、エラーを上げて、そのエラーがすごい好評だったんですね。すごいかっこよかったね。そうそう、で映像と、まあ、イラストと映像もやっぱりすごい好評で、はい、あ、このニキさんとのなんか神話っていうの、なんか神話性的なね、そうそうそう、がある。いいよね。でその時に結構ブリリアント歌った時にも、もう最初もうあの歌わせていただきましたという連絡をして、はいはい、あ、 ありがとうございますとすごい優しく言ってくれて、うんうんうん、で次回ちょっとエラーという曲も歌いたいんですけどって言ったら、あ、ぜひぜひって言って、あの、なんならあのいい音源渡しますよみたいな感じ、すごいなんかニキさんから言って、優しく、ね、そうそういただいて、あ、いいんですかと、うんうん、でそれでもらって歌って、それが結構、はいはい、あの好評だったので、うん、エラーのイメージありますね、すごく、うん、めっちゃある。うん、だからその初めてあげる曲ニキさんにお願いして書いてもらえたら嬉しいなと思ってお願いしたら、もう快く受けてくださって、素晴らしい。そうそう、で MV ミュージックビデオも、うんうん、あのエラーと同じイラストが掲げさんで、はい、であの動画がロリさんにお願いしてっていう、いやびっくりしましたよ、あのアニメの、そうね、動いてて、いやすごいね、いや動きすぎてさ、 この名がオルダーティブと関係ありませんよ、うん、そうそう、ありませんって書いてありましたよね。ちょうどタイミングが、うん、そうオルナタティブ、オルタナティブ、オルナタティブと一緒だったから、うん、これオルタナティブなの、オルタナティブなのって言われちゃって、あ、ちょっとそれはあれだなと思って、これは関係ありませんって。そう、かなりクオリティがね高い MV に、 それぐらい高くて、うん、勘違いしちゃう気持ちもでも分かるぐらいすごかったね、うん、めちゃめちゃ良かったですね、一発目で。めちゃめちゃ良かった。なんか作詞ってどういう感じでこう思いを込めたってあるんですか、うん、あ、なんかやっぱり一発目最初に出すってなったの一曲目だったんで、うんうんうん、まあそのどういう感じでホロライブに入って
って、はいはいはい、ホロライブとしてどういう感じの道を歩んできて、うん、最後アイドルになりましたよみたいな、ああそういう、まあ、その、うんうん、そんな感じの流れをイメージしてて、うんうんうん、そんななんかオリジナル曲、トアさんはもちろんなんですけれども、うん、実はカナタさんもオリジナル曲の ね発表が決まっているじゃないですか。そうなんですよ、作曲は面々でね、そう田淵さんに作っておりまして、うん、はい、もうウッキウキですよ、ウッキウキ。今どれくらい進んでるんですか、うん、ちょっと行けるところまであれば。そうですね、6月20日なわけだから、はいはい、いやでも本当にもうそろ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 投稿できるのでは。すごい楽しみ。7月とかにはね、夏にはいいですね、あ夏にはなって気持ちありますよ。あめっちゃいいこと聞いちゃったな。いいですね。作詞の方はちなみに、作詞は僕はしていなくて田淵さんにお任せをすることに、うん、作曲作詞で。そうなんです。もう来てる、確かにどんな手相届いております。ちょっとどんな感じ、どんな手相、ちょっとで、ちょっとなんかあの、まあ、自己紹介的なところにもあって、うん、あ本当にすごくあのなんだろう、なんかこの VTuber とはとか、はいはいはい、あのね、カナタとはっていうのをすごくあの聞き取ってくださって、掘り下げて田淵さんがなんか勉強しますって言ってくださって、いいですか、握力50ですみたいな感じで握力50が歌詞に入ってたらどうするよ。どう入れ込むでしょうね。握力50もね、田淵さんのフィルターを通したら素敵な感じで入ってるから、なるほどね、探してほしい、どれがそれなんだみたいな、っていうね。なるほどね、めっちゃおもろいじゃん。で確かにどうすか、もう全部全部考えちゃいそう、この歌詞で実はこういうこと言ってんじゃないか、おしゃれだけど実は握力かみたいな、ゴリラかみたいな、本当にね、いろんなことをちょっとお伝えして、はいはい、作文をちょっともうテキストで書いて、はいはい、直接会ったりはしてないから、うんうんうん、あのそれでね、こんな感じです。あで田淵フィルターがかかって、田淵フィルターおしゃれな感じに出るんですね、素敵でおしゃれで可愛い感じになっております。楽しみだね、楽しみですね、聞いてほしい、すごい聞いてみたいです。なんか4期生のオリジナル曲もねそうなんだよ、あと少しだよな、多分もうちょっとだね、もう少しで出るようなので発表できるかな、うん、20日だとね、はい、うん、ぜひ楽しみにしていてください、はい、ぜひお願いします。はい、ということでそれでは聞いていただきましょう。トワさん、曲紹介をお願いします。はい、常闇トワでパレット。風に吹かれて誰も気づかぬよ、区別がつかないモノクロの世界、色を出しても何も見えなくて、まるで私は息を止めていた。もういいよ、遠くでも叶えたい私は。ここからは番組のコーナーをお届けします。ホロライブなりきりプロジェクト。あ、もう全然テンションが上がらなくなっちゃいました、いなくなっちゃいましたね。お滑りコーナーね、察しましたか。はい、もう地獄よ。ということで、アイドルといえばドラマに出演したり声優さんを担当したりお芝居もできないといけません。そこでこのコーナーではホロライブアイドルプロジェクトのタレントに演じてほしいキャラクターとシチュエーションのアイデアをそれぞれ別々に募集して演じてもらいます。ということで、基本的にはね、一人で演じてもらって、もしかしたら事故を巻き込まれ事故もあるかもしれないコーナーなので、巻き込んでかないとな、これよろしくお願いします。巻き込まれて一人しかおらんやんよろしくね、助け合い、助け合いですか、頼むよ助け合い、そうそう、同期の絆よ。はい、では早速やっていきましょう。はい、じゃあどちらから先にやりますかね。どうする、どっちが先に、前はトアからやってよ、だって。あ、じゃあ分かった、僕からいきましょう。了解です。
まあ、ハードルは上がりますけどね、後ろだとね。そうだね、まあ、ハードル上がるよね。ハードル上がりますけどね。うるさー、なんやなんや。さあ、シチュエーションとキャラクターをね、引いていただいて発表をお願いします。はい、それでは、ラジオネーム大輔さん。お、世界征服を目論む大魔王。おお、キャラクターですね。キャラクターですね、はいはい、シチュエーションはラジオネームカスタムモルさん。寝坊しちゃって急いで学校に向かうシチュエーション。かわいいな。難しいぞ。なんかななえ、何何何何何何した？大丈夫、何にも聞いてない。何で聞いてないんですか？忘れてる。ま、なんか大魔王。大魔王が寝坊しちゃって。はいはい、学校に行くと。学校に行くと。はい。じゃあ、あの、用意ができたら行きますの合図で始まりますので。あんちゃん、もう全然どうぞどうぞ、いつでも。さすがですね。お願いします。はい。はあ、今日も世界を征服するか。あれ、ちょっと待てよ、時間、今もう8時半だと。こんなんじゃ世界を征服なんてできない。いや、でも急いで学校に行かなければ。ダダ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 ダ。おっと、ここは赤信号だから渡りたいけど渡らない。渡ってはいけない。でもここで渡ったらすごく世界を征服している気がする。でも渡っちゃいけない。あ、青になった。よし、急いで急いで行くぞ、急いで学校に行くぞ。待てよ、今日現代文があったような。現代文の教科書を忘れた可能性がある。いや、でもここで現代文の教科書を横にいる人に見せてもらうというのも世界征服につながるのではないだろうか。こういったものはね、バタフライエフェクトといって最終的に世界征服に全てつながっているんだ。よし、このまま学校に行ってしまおう。そういうところもね、まあ魔王っぽいと思うだろう。さて、学校に、今向かっております。向かって今走っている。ちょっと前ですね。やばい、もう完全に遅刻だなこれは。いや、でも遅刻をするというのも世界征服につながる大魔王的なのではないだろうかと言いつつ、でもやっぱり遅刻しそうだと急いじゃう、急いじゃうな。何が目的だったんでしょうね、うん、世界征服。確かに。どこをゴールにしてるのかちょっと迷いましたね。ちょっと上手くて嫌だったもん。僕は天使だからな、なんか世界征服って言われても思いつかなかったな。あ、縁がね、あんまりないのかも。縁ないから。うまかったけどな。そうですね。そうでしょ。スムーズだった。スムーズ。すごい、あんなにパンパン出てくるんだと。大魔王のようだったからね。先にやっとけばよかった。じゃあ、トワさん今ね、箱をスタッフさんがね、持ってきておりますので、はい、ぜひぜひ取っていただいて。はい、え、これあれだよ、ちゃんと何枚も入ってるよマジで。そうですよ、決まってないですからね。なるほどね。じゃあキャラクターとシチュエーションの発表をお願いします。キャラクターが、ラジオネームクロフさんからいただきました。熱血昭和ロボットアニメの主人公、昭和ロボットアニメの主人公が、シチュエーションはラジオネーム猫平行さんから、配信中に親フラシチュエーション。なんか可愛いですね。可愛いよ。熱血昭和ロボットアニメの主人公が、確かにそうですね。少年じゃない？少年が親フラされる、ね。配信中に親フラシチュエーション。はいはいはい。なんかちゃって、全然想像できない。普通に配信をしてたら親が来るってやつだね。そうですね。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。鳥をね、飾っていただいて。はい、俺は今からみんなにこのロボットを使って、今俺は2つ右手と左手ロボットを持って乗ってないの、このロボットを使ってシチュエーションをやりたいと思う。俺が勝つためのな。たかし、ちょっとお母さん、ちょっと待って、今ちょっと今ちょっとお母さん、何言ってんだ、また一人で喋ってというお母さんの敵が来るかもしれない。でも俺は今配信中だから頑張ってやりたいと思う。ブイーバブバブ、早くしなさいよ。お母さん、後でご飯食べに行くって言ったから、ちょっと静かにして。冷めちゃうでしょうが。ママ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 、後で洗濯物畳むから、ママちょっと静かにしてて。今ママちょっと今この配信でいろいろかかってるから。何を待って、また配信って言って一人でパソコンに向かってメラメラ喋って、またおかしなことをやってるのに意外としなさいよ。あんたごめん、みんなごめん、俺は今からあのママと一緒にロボット退治に行く。どういうことか分かるから。早くもうご飯食べちゃうでしょ、たかし。うるさいママでごめん。
ママなんで、ね、ママがうるさすぎて何も収集がつかなくて、お母さんじゃなくてママなんで、そうママがちょっと全然すごい、なんかもう早く終わらない、でもすごかった、あのロボットを入れてきたのがすごかった、乗るんじゃないですね、持ってるんですね、持ってる、そうそう、やっぱ配信中だ、ちっちゃいんだと思って乗ればよかった、乗らないんだ確かにね、お人形劇みたいな感じにちょっとなってましたけど、車乗ってる時のあれみたいな感じでやればいい、はいはい、そう確かに終わりました、まあ、今回はあの判定とかないんでね、あのこの傷を引きずって来週また何のボーナスもなしですよ、結構心に傷が開いたんですけれども、ただ働きだ、いやいやいや、そんなそんなそんな、まあ、素晴らしい演技をねありがとうございましたということで、こんな感じでホロライブアイドルプロジェクトのタレントに演じてほしいキャラクターとシチュエーションのアイディアをお待ちしております。以上ホロライブなりきりプロジェクトのコーナーでした。イエーイ。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドルのラジオ、私たちの歌を聴け。お送りしてきましたホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け、そろそろエンディングのお時間です。はい、番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールの宛先はすべて小文字で hip@joqr.net hip@joqr.net です。はい、 HIP はホロライブアイドルプロジェクトの略でございます。ぜひ使ってくださいね。またこの番組は番組のアーカイブを文化放送 V&R チャンネルに後日アップしていきますので、そちらもぜひチェックしてください。番組公式ツイッターもあります。募集しているコーナーの説明もございますので、ぜひフォローをよろしくお願いします。ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。傷を負いました心にそうだね、最後のコーナーに引っ張られちゃダメですよ。それまでほら結構ねいろんなことが、まあ、いろんなことがほらありましたから、いい話していい話して、いい話して、いいおやふらがあってね、圧力鍋と話して、うん、圧力鍋の話したね、もやしの話、身がギュッと詰まってるとことすっかすかのところでちょっと大丈夫、全て吹っ飛んだよなラストでね。確かにラストで吹っ飛んだ、最初ふわっと入って、はいはい、もうちょっとなんかあの貧乏生活の話をし、パレットとあとカナタのオリソンとルンキセのオリジナルソングの話で、そうです、その話で全部ですよ、全部全部ギュッてして、そうです、そうです、それがメインだもんね。そうです、ここでそうです、終わり、何もなかった、メインの周りがすごい濃すぎてさ、メインが薄れちゃってるから、確かに、いやそろそろなんか巻いていきましょうみたいな感じで、ね、なんですね、はい、楽しかったです、よかったです、ありがとうございます。ということで、それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手はホロライブアイドルプロジェクト天音かなでと常闇とうとう、そしてホロライブスタッフの友人 A でした。次回も私たちの歌